願いします。まずお一人目はこの方です。俳優、町田啓太さんです。2010年に俳優デビュー、 NHK 連続テレビ小説や大河ドラマなどに出演し脚光を浴びました。2022年は映画、ドラマなど注目作品が次々と公開され話題に。今最も将来を期待される俳優のお一人です。はい、町田啓太さんにはメンオブザイヤーフルークスルアクター賞をお送りします。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、盛り上がってまいりました ね、はい、ね。さあ、それでは受賞された今のお気持ちよろしいでしょうか。はい、大変光栄です、うん、今まで活動してきた、俳優であったりとか活動を評価していただけて、なんかすごく希望が持てましたし勇気をいただけました、うん、今まで関わった皆さんに本当に感謝伝えたいです。本当にありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、ここで GQ 編集部の岩田さんにもお話を伺いたいと思います、はい、うん、今回の選考においてこの賞はもう町田さんしかいないという文句なしの選考だったそうですね、うん、まずは町田さん、受賞おめでとうございます。ありがとうございます、はい、ですね、町田さんは今年、ダメな男じゃダメですかですとか、鉄八、あとは、うん、太陽とボレロとか、多くの話題作に出演されていたかと思うんですけども、まあ、その、話題作だけじゃなくて、昨年からGQ の、ウェブサイトの方で町田さんの記事が出ると、そのスパイクが刺さるように、アクセス数が増えてたんですよね。あら、はい、で、僕はそれまであまり存じ上げなかったんですけども、そのスパイクが刺さる様子を見ていて、この町田さんっていう人はどういう人なのかなと興味抱きました、うん、はいはい、だったので、なのでこの人気は、うん、まあ今年じゃなくて去年だったかもしれないと。いや、ね、ちょっと今年もで、去年から今年ももうよりですね、はい、というふうに思っていて、はい、ということをやっぱり、まあ、町田さん人気は本物なんじゃないかと思っております、うんうん、いや、おめでとうございます。ございました。いや、嬉しいですよね、このアクセスが上がるっていう。嬉しいですね。ねえ、本当に分かりやすいですもんね、数字が上がるっていうのはね。本当に見てくださった皆さんも本当ありがとうございます、ちなみに町田さんは個人的にはですね、はい、以前にね、3年ぐらい前ですかね、そうですね、ステーションコメディの番組でご一緒させていただきまして、はい、ドキドキしましたお客さんの前で一発本番っていうね、あれ、その時も相当忙しかったと思いますけれども、はい、まあ、よりどんどん、そして今年ですよ、特に、まあ、みんなおっしゃいましたけども、またドラマ映画の撮影大変だったと思うんですけども、はい、特にね、自衛隊とか、はい、ちょっと結構過酷そうな、そうですね、ね、ロケ、はい、スケジュールもあったと思うんですけども休めたりできました？そうですね、正直あまりなかったかな、いや、そうですよね、と思うんですけれども、でもその分本当に素敵な出会いがたくさんありまして、うんうん、ファッションであったりとか、はい、文化であったりとか、うん、芸術、本当にいろんなところに触れられる機会を多くいただけましたので、うんうん、すごく学びの多い年になりました。なるほど、はい、いろんな出会いがあったということで、はい、ちなみにもうなんか一通り仕事が終わった時、休みができたっていう時はどういうふうに過ごしてらっしゃるんです？はい、僕ですか、うん、草野球だったりとかやってますね。あ、草野球まだ体を動かす、はい、そうですね、ずっと動いてたかもしれない。それでもリフレッシュして、はい、あ、そうなんですね。心と体もつながってると思いますので、はい、元気に元気に。いや、確かにあれなんですよ、2022年は出し尽くした年っていうふうにおっしゃってますもんね。はい、そうですね、よっぽどですよ、出し尽くしたっていう自分が言っちゃうっていうことはね、まあ、今のところですけれども、はいはい、一旦あるものは全部出して、まあ、できるものはできたかなと思うので、でちょっと年末お休みは大丈夫ですか、あるんですか？
多分あるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、その時にしっかりとインプットをしてまた来年アウトプットの年にしていきたいと思います。そうですね、はい、またどんなお仕事をしたいとか来年に向けてとかあったりします？そうですね、あのせっかくあの、はい、ブレイクスルーという言葉をいただきましたので、はい、なんかそういう壁を突破していくようなどんどん、はいね、はい、作品だったりとかキャラクターにより多く挑戦できたらなと思ってます。はい、来年もぜひご活躍期待しておりますので、はい、頑張ります。おめでとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。休んでくださいね、少し。はい、ね。そうですね。ね。さあ、それでは続いての受賞者をご紹介します。